アドベントは、キリスト教制法教会において、イエス・キリストの降誕を待ち望む期間のことである。日本語ではマテ公説、降臨説、またはマテタンブシという。教派によって名称が異なり、主にカトリックや福音主義教会ではマテ公説、聖公会では降臨説と呼ぶ。教皇グレゴリウス一世アドベントという単語は、到来を意味するラテン語アドベンテスから来たもので、 キリストの到来のことである。ギリシア語のエピファネーアと同義で、キリスト教においては、アドベントは人間世界へのキリストの到来、そしてキリストの再臨を表現することして用いられる。西方教会では、教会の一年はマて公設から始まる。11月30日の聖アンデレの日に最も近い日曜日からクリスマスイブまでの約4週間で、 最も早い年で11月27日、遅い年でも12月3日に始まる。5世紀後半に、クリスマス前の断食の時期として、聖マルティヌスの日が、開始日と定められたが、後に、グレゴリウス一世の時代に、4回の手術と定められた。最初のアドベントを待て降雪第一手術、もしくは降臨節第一手術と呼び、その後、第2、第3、第4と、 手術が続く。首都聖フィリップ聖教会では、アドベントという概念はない。聖教会では、復活大祭及び、聖信仰臨祭が教会歴の節目とされ、アドベントを基準に、教会歴を数えることはせず、11月14日からクリスマスイブまでの40日間、首都聖フィリップの時が行われる。これを、英語圏などで、アドベントと呼ぶことがある。ただし、 日本の聖教会でこの時期を公式にアドベント等と呼ぶことはない。聖教会の暦は本来ユリウス歴であるが日本ハリストス聖教会ではクリスマスをグレゴリオ歴で行う教会があるためその場合はフィリップの時の期間が短縮される。ただしクリスマスの前後の主日は特別な一連の祭りを行う。詳しくは交淡祭の項を参照。アドベント期間中の礼拝。 災福や災難府が紫である。メディアを再生するフランクフルトアム・マイン・ボルンハイムの聖十字架教会でのリンブルク教区のクリスチャンメディテーションとスピリチュアリティのためのセンターで2500の燃えるティーライトで作られたクレタスタイルのアドベントラビリンスアドベントをどのように守るかを定めた現存する中で最後の文献はトゥールの死教ペルペトスによる十一月十一日からクリスマスまで 週三回の断食を命じたものである。これはもともと東方教会で1月6日の公原祭に洗礼を受ける予定のものがその日のために断食と食い改めを行う準備期間であったためで、それが西方教会においてクリスマス前の習慣となったのである。断食と食い改めの時期であるため、カトリック、成功会、ルター派では祭福や 祭壇府に悔い改めを意味する紫が使われる。また、第2手術から第4手術まで栄光の歌であるグロリアを歌わない。アドベントの終了は12月24日の日没後で、かつてカトリックでは、この日を、大時とし、食物の摂取制限があった。ただし、第3手術だけは、例外で、この日には、バラ色の彩福が用いられ、 アドベント中で唯一オルガン演奏が許される。このバラ色の手術は、四純節第四手術のバラの手術と同じ意味を持つ。カトリック百科事典には、次のような記述もある。380年のサラゴサの教会会議の決議の第四カノンでは、こういう準備期間に関して、十二月十七日から公う、祭りまで、教会に必ず出席するべしとある。他にも司教により、 クリスマス前の準備期間が提唱されているが、法制化はされていない。ガリアのマソンで581年に開かれた会議では、9番目の条文で11月11日からクリスマスまでで、四巡節にならい、月、水、金に生贄を捧げるようにとある。650年にスペインで5回の日曜日のアドベントが祝われた。何度かの決議により、十一月十一日から、 あるいは15日から早いところでは、秋分からの断食が法制化された。他の決議では、この時期の結婚が禁止された。ギリシア正教会でもアドベントが遵守されていると、制定をドルスのことにある。いつのことであるかは、触れられていないが、8世紀に礼拝としてではなく、断食と禁止の時期として、アドベントが祝われたのがわかる。 11月15日からクリスマスまでの時期も、アラン人の俗調ゴールによれば、後に7日に短縮されている。しかし、竜子人の合議会では、かつての規則に則り、1720年に断食は11月14日からと、された。アンブロジウス派やモサラベの人々は、礼拝として、アドベントを祝うことはしなかったが、断食は行っていた。紫のろうそくを3本。 ピンクのを一本立てたアドベントリースアドベントカレンダーシュトレンアドベントには、ろうそくを4本用意し、第1手術に1本目のろうそくに火を灯し、その後、第2、第3、第4と週を追うごとに火を灯すろうそくを増やしていくという習慣がある。この習慣は、一説によると、ドイツ国内の伝道の祖といわれる JH ビハーンが始めたもので、ハンブルクにある子供たちの施設。 ラウエスハウスで初めて行われた。当時はクリスマスまで毎日一本ずつ装束を灯したと言われる。そして1860年以後はベルリンテーゲルの孤児院にもこれが広められた。常緑樹の枝を丸くまとめ装飾したアドベントリース、またはアドベントクランツに4本のろうそくを立てる、もしくはアドベント用に4本のろうそくが立てられる。 食材を用いるのが普通である。クランツのモミの枝は、高単尾を4本のろうそくはマて交接の4回の手術を意味している。クランツは、称賛や数形を表し、大たる存在のイエスを象徴している。通常、ろうそくの色は白、または、天霊色に習い紫であるが、第3週のが腕手サンデーの実は、バラ色のろうそくを用いる場合が多い。なお、 教会歴や風習に縛られない教会もある。また、家庭においては、ろうそくの色は自由であり、実に様々なものが存在する。また、この時期の祈祷や賛美歌には、救世主の出現を待ち望むものが見られる。子供たちの楽しみとして、アドベントカレンダーがある。紙や布などで作られ、1から24もしくは25までの日付の窓やポケットがついており、 その日の窓やポケットを開くと、イラストが現れたり、お菓子が入れてあったりする。ドイツでは手術ごとにシュトレンを薄く切り、食べて祝う。このシュトレンの形と、砂糖で覆われた外見は、幼子イエスが純白のマントでくるまれたことに、由来すると言われる。ありがとうございます。